クライペダ大学はリトアニアクライペダにある国立総合大学。1991年に設立。学生数は約1万人。1991年1月1日、セイマスの法令によりクライペダ大学が設立され、それまでクライペダにあった高等教育機関はクライペダ大学に編入された。設立当初の学生数は3000人で人文自然科学部。 海洋工学部、教育学部の産学部で構成されていた。その後、学部は増やされ、現在の組織は以下のようになっている。現在では1万人の学生と600人の教職員が在籍している。クライペラ大学は、かつての軍兵舎の土地にある。キャンパスの広さは23.6ヘクタールで、ネオゴシック様式の建物が6つある。クライペラ大学では、 六十七の学部課程、四つの専門職学位課程、四十八の修士課程、三つの博士課程プログラムが提供されている。また、留学生向けに七つのプログラムも用意されている。開港都市にある大学ということもあって、海洋環境調査工学や海運、水門海洋学、開港技術工学、勝リトアニアとバルト地域の歴史と言語、生態工学、 ランドスケープ、水中考古学など、リトアニアの他の大学にはないプログラムも提供されている。ありがとうございます。